その前あの大西ゆかりさんのトリビュートバンドの一姫三太郎さん、僕ら今日からその一姫三太郎さんのトリビュートバンドで一姫四太郎と改名しますので、どうぞよろしくお願いします。あのラジオデイズ今年で30年なんです。人生の半分以上はこのバンドでやってるんですけど、世の中わからんことばっかりですね。ばっかりと違うけど、公人の不倫とかね、なんかね、秘書の暴言ね、秘書に対しての暴言、まあそうやけど国会議員ね、まあ、そんなこともあるけど、はい、うるさいやりますよ、大好きやもん。あの寝てる人あるでしょ、寝てる人、国会中継で、あれ駐車違反やったらこう捕まりに来るおっちゃんいてますやん、国会議員あれ寝てるやつこう指摘してね、あれ1日20万円ぐらいかかりますんで、その20万円天引き給料、考え思いません、こんなん言うたら僕捕まるかも分からないけどね。いろいろね、ちょっといろいろ解散選挙に何もかかるか知ってます？また今度にしようかな。そしたら眠たなってもらうぐらいドローっとしたブルーズアフターアワーズって言
to you. Thank you.
借金抱えて帰ってきますんでよろしくお願いします。来年の9月まだここで出させていただきます。関係者の方どうぞよろしくお願いします。57歳のエルちゃんでした。